はい、ガジャマルです。今回もお得なスマホを見つけてきました。今はほとんど月々1円で2年レンタルのキャンペーンが多いですが、今回は一括買い切りです。それで今回購入したのはこちら、 Google のミドルレンジのスマホ Pixel 7a です。家電量販店だと月々1円の2年レンタルで1万ポイントキャッシュバックをしていて、これはこれでお金もかからなくてお得なんですが、どうしてもレンタルで自分のものではないんですよね。そこで家電量販店を諦めてイオンやコーナーなどでやっているイベント販売を見てみるとありました。 iPhone14 が2年レンタル1円、これはもうどこにでもあるキャンペーンです。それに iPhone15 が月々990円の2年レンタルです。去年の流れでいくと12月頃から iPhone14 の月々1円が始まったので、 iPhone15 の月々1円もそろそろかもしれません。それから今回おすすめなのがこちら、 Pixel 7a が他社から乗り換えで一括14,800円です。 Google ストアでの値段が69,300円なので、ドコモショップの値段と比べると54,500円もお得に買えるということです。 78% オフでかなりお得にスマホをゲットできます。この時たまたまドコモ系の SIM しか持っていなくて乗り換えることができなかったんですが、22歳以下の利用者登録をすることで新規契約で、しかもイルモで契約することができました。ガジェマルの場合の維持費を見てみましょう。ドコモの事務手数料が3,850円、それからプラン料は月々550円のイルモで、仮に半年維持すると3,300円、有料オプションのスマート安心保証が翌月まで入ることが条件だったので1,100円、これは日割りになるかちょっと忘れてしまいました。維持費の合計は8250円でした。イルモで契約できるとかなりお得です。維持費とピクセル 7a の金額を足すと23050円となります。総額で2万円台なのでかなり安いんじゃないでしょうか。22歳以下でなければエクシモ契約になるのでもう少し高くなってしまいます。あとイルモの維持期間は正直わからないので仮に半年としていますが、これはあくまで仮でブラックになるとかならない基準ではないので、そこはご自身で調整してください。 Pixel 7a の一括気になる方はイオンやコーナーなどでやっているドコモのイベント販売をチェックしてみてください。最後に Pixel 7a なので今後はこの値段よりも下がる可能性も十分にあるので、そこは注意してください。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC、ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。